現時点でセリーグ最下位の中日ドラゴンズの立浪監督が優勝を決めた阪神タイガースとの差を語っておりまして、このあたりを掘り下げて見ていきたいと思います。まずは中日ドラゴンズと阪神タイガースの今シーズンから比較していきます。阪神タイガースは勝率が6割4分5厘、2位のカープと13ゲーム差をつけて優勝を決めました。一方、中日ドラゴンズが勝率3割8分7厘、阪神タイガースとは32ゲーム差ということになっています。阪神に対しては中日ドラゴンズが7勝15敗、現在5連敗中ということで、中日は全く阪神に歯が立たなかったシーズンと言っても過言ではないと思います。1位と32ゲーム差ですから、この数値以上にとんでもない力の差があるっていうのも間違いないと思います。中日ドラゴンズは積極的に新外国人を獲得したり、あとはトレードとか、いろんな補強には動いたんですけれども、結局は阪神タイガースと比べて、昨年とより大きな差がついてしまったというような状態になってしまいました。中日ドラゴンズは本拠地がバンテリンということもあって、なかなかホームランが出ないということが課題として挙げられますけれども、それは甲子園をホームとした阪神タイガースも同じで、ホームランの数でいうと9本差と、そこまで大きな差はないんですけれども、得点で見ると157点と大幅に得点力に差がついてしまっているんですね。なので、根本的な課題っていうのはホームランだけじゃないということがわかります。そして阪神タイガースが防御率 2.61、中日ドラゴンズは 3.15 ということですね。中日ドラゴンズも決して悪くはないんですけれども、投手陣を見ても阪神タイガースに軍配が上がっているという状態ですね。投手陣も打者陣も大きく阪神が差をつけているということであれば、これだけ順位が差が開くっていうのも仕方がない部分があると思います。中日ドラゴンズが目指すホームラン打者が少なくても守り勝つ野球で首位に立つとか、こういったところを阪神タイガースが完璧に実現したのかなというふうに見ています。では阪神タイガースが優勝した後、立浪監督が語ったことを見ていきたいと思います。立浪監督は阪神との差を守備面と打撃面2つ課題として挙げていたんですけれども、守備面から見ていきます。圧倒的な投手力で試合の流れを作っていた、投手を含めたディフェンスもしっかりできていたと思いますと阪神タイガースについて語っています。過去にも二遊間の守備力がかなり硬いということですね。阪神タイガースに負けた後、立浪監督は過去にも語っていたわけなんですけれども、やっぱり二遊間、中野選手、木浪選手、どちらの選手も守備率がかなり高いんですけれども、一方リューク選手と村松選手の二遊間というのは守備の動きはよく、守備仕様は高くは出ているんですけれども、守備率がかなり低いですし、簡単なミスというのもしてしまうというような印象があります。阪神タイガースは先発の防御率が 2.80、 中日ドラゴンズは 3.16、 そして救援の防御率が阪神タイガース 2.24、中日ドラゴンズは 3.12 となっています。先発も救援もどちらも阪神タイガースが大きく上回っています。中日ドラゴンズの防御率もリーグ2位と決して悪くはないんですけれども、阪神タイガースがそれをさらに上回るような数値を残しているということですね。やっぱり中日ドラゴンズとしてはこうした勝ち方をしていかないといけないというのを阪神タイガースがまさに実現しているというようなシーズンになりました。そしてこれまで立浪監督がしきりに課題に挙げていたピッチャーがフォアボールを出してしまうと、この差にも大きな差がついています。阪神タイガースは四死球の数っていうのがリーグ最少の262個に対して、中日ドラゴンズはリーグ最多の369個の四死球が出てしまっているんですね。基本的には失点しないためにはフォアボールを出さないということがすごく重要だというふうに言われていて、その数値っていうのがここまで差が出ていると、このあたりを考えると、中日ドラゴンズの防御率がリーグ2位っていうのも、やっぱり本拠地がバンテリンだからこそいい数値が出ているというところもあって、通常の球場であればもう少し悪い数値で、リーグの中でも平均か、もしくはそれ以下ぐらいの数値になってしまうのかもしれません。やっぱり守り勝つ野球を掲げていくにあたって、投手力の強化というところ、そして四死球をどれだけ減らしていくか、ここがすごく重要になってきます。では立浪監督が語った阪神タイガースとの打線の違いについても見ていきます。立浪監督が語った阪神タイガースの打線についてですけれども、打線も 1,2 番のいやらしさやバランスが良かった、決してそんなに動く監督ではないと思うけれども、それぞれが役割を果たしていた、フォアボール一つにしてもみんなが意識を持っている、打率がめちゃくちゃ高い選手がいるわけではないけれども、得点圏の勝負強さがあった、すべて見習わないといけない、少しでも近づけるように、そういうシーズンだったというふうに語っていますね。確かに岡田監督はもともともう1番から8番まで比較的打線を固定して、各選手がそれぞれ役割を持ってしっかりとやっていたと。そして1番の近本選手、2番の中野選手は昨年と比べて大幅にフォアボールを取るようになって、この意識の変化っていうところが阪神タイガースの打線のいやらしさ、そして得点力の向上、ここに大きく貢献したということは間違いないと思います。
そしてチーム打率で見てみると、阪神タイガースが2割4分7厘、中日ドラゴンズが2割3分8厘と、まあ、得点がものすごく大きく差がついているんですけれども、打率で見るとそこまで大きな差っていうのはないわけですね。ただフォアボールの数が200個近くも差が出てしまっていて、出塁率も4分近い差が出ています。バッターが打つ打たない以前の問題でフォアボールが200個近く差がついているということは、もうそれだけ得点力にもう大きく直結する差が出るというのは、もうこのデータだけ見てもわかりますね。相手ピッチャーが嫌がるような攻め方、そして打てないとしても得点が取れるような戦い方、これが阪神タイガース今シーズンものすごくうまく、逆に中日ドラゴンズは完全に見習わないといけない部分なのかなと思いますね。中日ドラゴンズを相手にすると、相手ピッチャーっていうのが本当に嫌がることなく、どんどんテンポよくストライクを取っていって、まあ、球数少なく、逆に中日ドラゴンズが守備の時間はかなり長いと、まあ、そういった印象が結構ある試合っていうのも多かったですし、まあ、そのあたりは来年に向けて改善しなければいけないポイントだと思います。では最後に、阪神タイガースと中日ドラゴンズの違いが最も現れる打撃の指標について見ていきます。阪神タイガースは結果的に三振の数っていうのがリーグ最多の1000個を超えているんですけれども、逆に言うとそれだけ相手ピッチャーに球数を投げさせたということにもなります。この球数を投げさせたという部分が阪神と中日の今シーズンの最も大きな差だと思います。1打席あたりの球数見ていくと、この近本選手が1番で 4.49、 そして中野選手2番で 4.49、 一方岡林選手1番バッター 3.89、大島選手2番バッター 3.39 ということですね。まあ、1打者が球数をどれだけ稼いでいるかというような指標なんですけれども、1打席あたりで、まあ、阪神タイガースの方が明らかに多く球数を投げさせることができていると。そして4番の大山選手で見ても1打席あたり平均4球を超えていますし、中日ドラゴンズの各打者との意識の差、そしてピッチャーの警戒度、このあたりの違いっていうのが明白にこの数値に表れているのかなというふうに思います。打てない中でどれだけピッチャーを嫌がらせるか、どれだけ球数を投げさせるか、そしてそのためにはなおかつどれだけ警戒させていくかというところが重要になってきます。まあ、どれだけ相手ピッチャーに球数を投げさせようとしたとしても、例えばまあピッチャーが打席に入った時なんかは、まあ、簡単にポンポンポンと3つストライク取られて三振とかなってしまうケースが多いですけれども、まあ、そうではなくてピッチャーが嫌がりながら投げていく、だからこそ際どいところを投げてしまうから球数が結果的に多くなる、まあ、こういったことが重要だと思います。なので際どいところはしっかり見極める、難しいボールは初球から打ちに行かない、だけれども甘い球は来たらもう長打を打てると、まあ、そういった怖さがないとピッチャーも厳しいところっていうのは攻めてくれないので、結果的にフォアボールが増えるってことはないんですね。なので中日ドラゴンズは、まあ、結構チャンスでコンパクトに1本っていうところをテーマとして、まあ、立浪監督が掲げたりしているわけなんですけれども、まあ、それだとやっぱり阪神タイガースとの差はなかなか埋まっていかないのかなというふうに思いまして、まあ、長打をしっかりと重要な局面でも一発で捉えて、まあ、相手に怖さを与えるとか、まあ、そういったところがなかなか出てこないと、やっぱり球数も稼げないですし、フォアボールも増えていかないのかなというふうに思います。以上です。